和田隆氏は、日本の政治家。民主党所属の元衆議院議員。広島県沼熊郡沼熊町を生まれ。広島大学附属福山中学校。高等学校。東京大学法学部卒業。東大卒業後、大蔵省に入省。証券局配属。入省時の直属の上司は、片山さつき。熊本国税局都の上税務所長。 在台日本大使館書記官、財務副大臣秘書官、理財局計画官補佐、金融庁総務企画局総務課長補佐等を歴任し、2003年に退韓。同年の第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で広島7区から出馬。自由民主党の宮沢洋一に敗れたが、重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、初当選した。 2005年の第44回衆議院議員総選挙では広島7区で再び宮沢に敗れ、比例中国ブロックも時点で落選。2008年、衆議院議員平岡秀夫の山口2区補欠選挙出馬に伴う自動失職により、比例中国ブロックで繰り上げ当選した。翌2009年の第45回衆議院議員総選挙では広島7区で宮沢を破り、 初めて小選挙区で当選。2010年9月、関大一次改造内閣で内閣府大臣政務官に任命される。2011年1月発足の関大二次改造内閣でも再任。同年9月、野田内閣発足に伴い内閣府大臣政務官を退任し、民主党広島県連代表に就任。2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙では、自民党新人の小林文明に敗れ、比例復活ならず落選。その後は、JC 証券株式会社の非常勤取締役を、務める。第45回衆議院議員選挙広島7区、元奥良官僚3度目、対決、宮沢の明かりか、下国上か、共同通信社2009年8月26日。 JC 証券会社概要、M ネット2004年2月国会議員への民法改正に関するアンケート。ありがとうございます。